開店前から外に出るほどの行列ができた JR 名古屋高島屋。ただいまから会場内ご案内を開始いたしますが、まず走らないでください。開店前に優先入場券が発行されるなど、混雑を緩和する対策が取られますが、会場は瞬く間に大盛況。世界中から150ブランド、およそ2500種類のチョコレートが集まったアムールデュショコラ。5、6万ぐらいかなって感じですね。甘いものだったら何でも使います。甘くてなんか幸せになれるので。甘いチョコについつい財布の紐が緩むようで、高島屋が行ったアンケートによると、4割を超える人が3万円以上使うとのこと。滋賀県に本店を置くクラブハリエのレジには、大きなカバンを持参する強者が。結構たくさん買いました。金額は決めてなくて、欲しいものはとりあえず全部買いたいなって。ほぼ全部自分用です。パンフレットには付箋がいっぱい。買いたいもの忘れないように見ながら買い物してます。もうこの付箋の数全部買おうって感じですか、今日は。できれば買いたい。ありがとうございます。さらに期間中、20人を超える有名パティシエが来店とあり、箱にサインをもらう人も。嬉しい、もう幸せです。去年結構行っちゃって18万ぐらい使っちゃいました。多分それぐらい行くかなって。このイベントのために毎日仕事頑張ってるので。熱狂的なファンが集まる初日ですが、中にはこんな人も。まあなんか楽しそうだし、行ってきたよ、並んできたよっていうのを伝えるために一つの小話。パッケージとか見て可愛いのを買ってます。可愛い缶とかを見ると買っちゃいます。こちらの女性2人組の目的は可愛いパッケージ。いちごのスイーツが有名なオードリーの期間限定のイラストが描かれた瓶がお目当てのようです。これは毎年買ってます。これシリーズで毎年ちょっと柄が変わるので、レースとかボタンとか入れて買ってます。中身よりも外見で。そんな中、こちらの男性はマスクにバームクーヘン、ネクタイにチョコレート。気合が違います。オードリーのマグカップが欲しかったんで、マグカップが買えたんで良かったです。ここ好きですね、サブリナさんのクロワッサン。しかし大量買いの裏にはこんな悩みも。家に保存できないんで職場の冷蔵庫に放り込んでます。職場で食べてる時に勝手に持ってかれるっていう方が大きいですね。男女問わずチョコレートにメロメロになるアムールデュショコラ。今年はバレンタインデーの来月14日まで開かれています。